あの低迷してて調子上がらずにね。ここはライト伸びていきます。最後は糸井取りましたが、失礼、佐藤取りましたが、ここは佐藤よく取りました。ちょっとそのお話もまた伺って、ちょっと緩いカーブから入ってきました。92キロです。非常にこう多い気がしますね。ストレート空振り三振、最後はアウトローよく制球されています。これで4回、間を変えてますよね、しっかりと。そうですね、あっと大丈夫か、当たってはないですね。スリーボールワンストライクです。あとは点数を取ってもらった後ですので、掴んでいます。これ2人返ってきそうです。さらに2点を追加しましたか、しました、追加しました。気持ちのいい陽気の中のゲームとなっています。そしてここのベルナドはね、鳥の巣もあるというね、そんな中のベルナド、セカンドオーバー、ライトの前に運びます。さあマーティンがライト、おっとランナー転んだ。熊谷は三塁回ってちょっと滑らせてしまいました。これはロッツとしては助かりましたが、柴田がヒットでつなぎました。三塁一塁、まあ、マーティンという、ね、存在もありますが、取り方としても体勢がどうだったか。今のはでも転ばなかったらね、いけるところでしょうか。これがちょっと何かいい演技になりそうですね、竹村。今日からね、ビッグシャケ。ビッグシャケ、いやいや、シャチマルじゃなくて、シャケマルです。というさん、魚の種類を変えてもらわなくてもいいんですけどね。そうでした、失礼しました。シャケマルです。シャケマルです。キャリア3勝目を挙げたとシーンでしたが、これもまた新しいね。なかったんで、タイミング的にも間に合ってましたから、ボールがうまく握れず、あ、で、なんですか、杉谷が今代打で送られて、そして中田翔へのトリビュート。杉谷選手がかつて中田選手が使用していた登場曲で打席に入りました。一塁の守備ではどんなことを感じてらっしゃったんですか。全然気づかなかったです、すみません。